昼公演も水、私多分一番かけた自信あるんですけど水。本当に亀子さんが撮ってくださった写真見て、私の顔マジでやばかった。私めちゃめちゃキャーってかけた気がする。でもね、なんか風のあの風向きでなんかこうかけても全部自分にかかるんだよねあれ風がこう吹いてる時にこっちのお客さんにかけようとすると全部私にかかるの。だからアンコールのイラついの時かな、私山水車に乗って一人で、あ違う、一人なんだけど一人で乗ってこう構えて、とりあえずいろんな方向にもうばらまこうと思って「ダーッ！」ってやったらなんか全部私自分のとこかかってきた。会えましたか？すごい今回は皆さんの近くにたくさん行く機会があったんですけど、いかがでしたか？見れたかな私の顔面。いやいや、そう見れた。すごいね、お水の演出が楽しくて、なんか多分最初の1曲目のウィークエンドエストラの時にあの水鉄砲持ってたんですよ私。多分その曲だけなんじゃないかな。あとくりかきも持ってたな。私普通に容赦なく顔面にぶちまけたんだけど大丈夫だったかな容赦なく顔面狙っちゃったんだけど、ごめんなさい。ごめんね、なんかメイク崩れたりしたらごめんそう、お題でフライングしてたの私じゃないどうだかフライングしてたけど私じゃないよ見る手になんかもういいよって言われて、もうなんか多分ノイミーしかほらみんなやっぱ遠慮しちゃうじゃん。それこそジョイちゃんとか先輩にって思っちゃうだろうし、コラボさんも優しいから、もうだからもうノイミーは遠慮しないでかけていいよって言ったから、分かったって言ってじゃあってかけてたそうなのがお昼だったかな。すごい楽しくて、なんかあそうだ、なんかさ水がさパーンって出る演出とかあったと思うんですけど、リハーサルの段階じゃそこまでやらなくて、実は音もすごいだろうし水の量もすごいだろうから、だからそう知らなくて、だからそれこそその1曲目がもう本当にすごくて水が、で私なんかその演出家さんに、なんかそなんか演出さんの方になんかそのこの曲もはここから水出すみたいな、かけるからみたいな、で客席降りてたじゃないですか、私が降りてたんですよお立ち台に行ってから。だから私が「え1曲目から濡れるんですか、亀子さんタイムいつあるか分かんないのに前髪崩れちゃうじゃないですか」って言って「私傘さしていいですか？」って言ったんだけど、あれ傘さしても多分無駄だった嘘で結局、まあ、水鉄砲持ってたから刺さなかったんですけど、でなんかそのセンターステージにね最後みんなで集まったんです。その時にあの水がパーンって出たら全部メンバーに降りかかってきて、で私多分ちっちゃくマイクに入ってるかもしれないけど、私ガチで叫んだんだよね、いやーってだってシャワーだったんだもん濡れる人ちゃうやんって思ってた。え、そうマジでめっちゃ水かかってたね、虹あったかな、多分私めっちゃ叫んじゃった、だって知らなかったんだもんあんなん出るの、急にパーンって言えない人だと思ったの全部パーンって一人だけなんかやばい動きしてた。